中学受験のリスタート、たかしです。今日は一問解説、ラサールの立体の問題を持ってきました。教材は概要欄に貼り付けてあるので使ってみてください。では、始めるよ。さあ、こんな問題です。立方体があるんだよね。ここから直方体がくり抜かれています。この立体を ABC を通る平面で切断するわけ。そして2つの立体に分かれるんだけど、それぞれの体積を出してくださいっていうことです。まずね、この元の立体全体の体積は出しておきましょう。立方体の体積、6×6×6 から直方体、ここ3センチになるからね、4×4×3 がくり抜かれた直方体です。引くと体積は168立方っていうのが出てくるわけ。さあ、じゃあこの立体切断していくんだけど、切断のルール覚えてるかな？例えばこの立方体あるよね。これを ABC を通る平面で切断した切り口を考えてみましょう。鉄則その1。同じ面上の2点は結んでも構いません。つまり BC はこれ同じ面だよね。だから切り口はこう入ります。AB も同じ面の上にあるから結んで構いません。こう切り口が入る。だけど AC は同じ面上じゃない。この立体の中を通ってしまうよね。だから、この直線は引いてはいけないっていうことです。さあ、じゃあ2番目の鉄則。平行な面に入る切り口は平行になります。例えばこの立体で言うと、この右側の面と左側の面は平行だよね。この2面。ということは、こちらの面に斜め45度に切り口が入ってるんなら、こちらの面でも斜め45度に切り口が入ることになります。つまり、A をスタートにして斜め45度に切り口が入るということになります。すると、この C とこの点は同じ面上にあるから、第一ルール、結んでもいいと。これが切り口のやり方です。この場合は長方形の切り口になるわけだ。さあ、じゃあこれをこっちの立体でやってみましょう。ABC を通るんだよね。まず同じ面上に入る点は結びます。AB と BC です。そして第2鉄則。平行な面に入る切り口は平行です。そして同じ面上の点は結んでいきます。さっきとよく似てるんだけど、ちょっと注意しなきゃいけないのは、ここだよね。ここ、ちょっとこう、切れてるよね。で、こういうのがあった時は、今度は投影図を描いてください。つまり、これを真横から見た図を描いてみます。そうすると、6×6 の正方形から 4×3 の長方形が抜けた形になっているわけ。この BC を結ぶと、ここがちょっと切れるわけだよね。で、ここどうなってるのかっていうと、この線は斜め45度に入ってるから、直角二等辺三角形ができます。例えば、ここが直角二等辺だ。3センチなら、ここも3センチ。ということは、4から3を引いて、このちっちゃく抜けた三角形は、一辺が1センチの直角二等辺三角形ということになります。すると、こっちの切り口どうなるのかっていうと、例えば手前の面とこの直方体の奥の面は平行だよね。平行な面に入る切り口は平行だから、この1センチの点から真横に切り口が入ります。同じように上の面とこの直方体の下の面も平行なので、この1センチのここから真横に切り口が入るはずです。ということで、こんな感じに切れてくるわけ。そうするともうわかるよね。下側の立体の体積は立方体の半分、6×6×6×1/2 からこの細い三角柱を引けばいいわけだ。1×1×2/1× 高さは4です。下の立体が106立方センチ。じゃあ上は全体から引くと求まります。62立方センチということになるわけだ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。